もヒーローゆうきです。今日は神奈川キャンピングカーフェアに来てるんですけども、レクビーさんのブースを見ていこうと思います。案内いただけるのは増田社長です。よろしくお願いします。はい、こんにちは、増田です。ミリミリランド、今日めちゃくちゃ暑いんですけども、はい、この炎天下の中で、本当ですね、レクビーさんのブース、はい、ご紹介いただこうと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあまずこちらの後ろの方から見ていきましょうか。これなんですけど、はい、実はカントリークラブ、カントリークラブ、はいはいはい、がベースになってるんですけど、あのレクビーさんの上位グレードの、そうですね、はい、でもその売り物というよりかは、まあ、まあカントリークラブとか私どものバンコンはこうやって作っていますよっていうことを、はい、まあ、実際に見ていただこうということで、うん、こう少し分かりやすくなってるんですね。まあ、表見せてこうスケルトンボディにしてしまったり、本当なら半分に切っちゃったりたいみたいな気持ちがあるんですけど、まあさすがにそこもできないので、なのでこのシートの中とかを見ることができるようになってるんですよね。まあ例えば、はい、こういうシートとか、うんうん、でレクビーさんってシートのこだわりすごいですよね。ありがとうございます。これあのいわゆるあのヨーロッパでいうところの、はい、うん、パスプシートっていうやつなんですけど、パスプシート、はい、こういう風になっとるのは、まあ、どこでも出、ね、あると思うんですけど、うんうん、じゃあ中身がこうだよとかなかなか見れないですよね、はい、これはこの、うん、部分はもうファスプさんの方でやってやるものを、うち、んうん、でちょっと手加えてこういうものを貼ったりしたんですね、ここまでがファスプで、ここっちはレクビーさんオリジナルの、ね、ちょっとそういうものを加えて、まあ、その形を整えてますよっていうのをまあ見せようとか。実際にこれをやることによってどんな効果があるんですか。これちょっとこうなんかもっこり感が出るように、あ、はいはいはい、丸みを帯びて、はい、ちょっとペラッとした感じよりも少しこう凹凸感がある感じにしようかなと思ったんです。それからこれはあの2段ベッドと長椅子を兼ねた、うん、あのソファーベッドを兼ねたものなんですけど、はい、これもですね、うん、いわゆるあのハイエースはやっぱり高さが、うん、あの大きくできなくて160っていう、そうですね、はい、限りがありますよね、はい、ありますよね、はい、でこれ2段ベッドにしようとすると、うん、その要は1段目と2段目のこう、うん、ヘッドクリアランスをある程度取りたいので、はい、ここにあるようなこんな厚いマットを1段目と2段目に持ってくると、うん、ああその分ちょっと高さが出ちゃうから、その分、はい、その空間が、はい、あの薄くなってしまうので、うん、だからマット自体は薄いんですよ、こう、ははは、この下はあのバッテリーだとか電装の入る大きさで、うん、これ以上低くできないので、うん、そうするとこのマットみたいなことやろうとするとこんなになっちゃうから、うん、まず薄くすると、そっちは薄くしてやると、薄くすると、うん、寝たり座ったりするときに、うん、まあ、底付きをしたりとか、はい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 、座り心地があんまり良くない、寝心地が良くないっていうようなお話があったので、うん、そこの中でこれ今これ、うんうん、あのいわゆる 3D ファイバーって言ってるんですけど、はい、あの 3D ファイバー、はい、あのあーラーメンのみたいな感じのプラスチックをうねうねってなってて、はいはいはい、あのスケートで有名なあのお姉さんが宣伝してる浅田真央、はい、まあまあそれと同じような、うん、ものでこれ結果的にはへたりがない、はい、それからあの寝たきりでも使えるということで、実はこれ介護なんかの、あ、介護で使われてるんですか。それを使ってるので、まあ、キャンピングカーも介護ではないんですけど、うんうん、まあ、あの乾燥が、はい、あのしやすいだとか、うんうんうん、それからへたらないということで、はい、それを使ってるんですけど、まあ、ちょっとチクチクなので普通のウレタンとこう合わせて、はいはいはい、表面にはこうちょっとさっき言ったデコラティブが出るような柔らかい、それで、まあ、弱点をカバーしてるということですね。で、あれは背もたれ側なんですけど、うん、まあ、同じように、うんうん、ああいうふうに3段4段の施工をさせてもらってるよと、まあ、切ってしまって見ていた。こういう機会がないとなかなか見れないですよね。そうですね、これ本当はできてたんですけど、はい、できてるやつを、うん、まあ、あえて切って中を見てもらおうということで、うんうん、まあ、これ作ってから半年経ってるんで少しよれてますけど、はい、あのまたこれをさらにちょっともう一回、うん、あのアップデートしようと今思ってるんで。そうなんですか、はい、もっと切っちゃおうかみたいな。もっと切っちゃう、さらに見やすく、はい、なるほど。でここなんかはこれ、はい、実は冷蔵庫が入ってたんですけど、あ、そうなんですか。冷蔵庫を取っちゃって、うんうんうん、冷蔵庫の底板を取っちゃうと実は、うん、あの純正のリアヒーターがガスに入ってたりとか、はいはいはい、うん、これは FF ヒーター付きなんで、うん、FF ヒーターの出口がここにあったりとかっていうようなことをやって、この冷蔵庫の下もまあ活かしているはははいうことをまあ見ていただいたりとか、わ、うんうん、かりやすいですね。あとこのですね、これなんすか、これこれこれですね、聞き比べてっていうのは、はい、
この実はこれ見ていただくと、うん、これがいわゆるこの2つは普通の、うん、市販されてるものなんですけど、はいはい、これメラミンを使ったフォームで、うんうん、これウレタン系のスポンジ で、うん、でこれが今回その私どもが採用させてもらったダイポルギーっていうその、はいはいはい、要は吸音をするという効果、うん、音を吸っちゃう。これまあ自分たちで作ったんですけど、まあ、こんな音するんですけど、はい、まあ、普通にしますね。 このぐらい、はい、このぐらい、おお全然違う、これぐらい音が消えるというね。不思議。こう要は音をまあ吸収してしまう、はい、はいはいはい、というものを、ものがダイポルギーっていうスポンジなんですね、はいはいはい、でこれ例えば、はい、ここのこれエンジンルームなんですけども、エンジンルームこの上に乗ってんですよ。あ、はいはいはい、だから座席の下にエンジンがあるので、エンジンの音が直に聞こえちゃうので、あ、それを吸い取ってくれるんですね。そうそう、音を少しでも減らそうということで、普通はこういうカーペットが敷いてあるんですが、はいはいはい、うん、もちろんトヨタさんも考えてて、うんうん、カーペットの下にこういうソモフェルトも敷いたりしてるんですけど、さらにさらにあれを敷くことによってもっと静かになると、はい、にしようと。これって無音になっちゃうわけじゃないんですけど、はいはい、いやでも今聞いた分だいぶ下がるという効果が出ると思います。でそれは実は壁とか天井にも使ってまして、はいはい、これはあの実は普通のブリキの板なんですけど、はいはいはい、このハイエースのこういう外側の、うん、だと想定しますと、はい、これが、まあ、こういう音なんです、ね、うん、それに今あったこのここにあるダイポルギーを貼ると、はい、うん、まあ、あ、はい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 、でさらにこれはですね、うん、そのスポンジではなくて、うん、それがゴムになったものがあるんですよ。ダイポルギーのゴム、はいはいはい、ゴムバージョン、はい、ゴムバージョンのものにアルミのこうシートを貼ったものがあって、うん、それだとこんなの、おお全然違う、全然違いますね。別に何もインチキやってない。本当なんか音、本当に、うん、本当にこうやってるだけですよ。でこれがあのいわゆる天井とかに貼ってやりまして、はいはいはい、ちょっと後で後ろで 見てもらいますけれど、やっぱり天井の雨音だとしますよね、ボツボツボツって、はいはい、断熱はあの断熱材入れてるんですけど、はいはいはい、さらに音ももちろん断熱材で消えるんです、はいはいはい、消えるんですけど、さらに消したいなと思って、うん、ここに天井のこうカットモデルがあるんですけど、あ、そこに入ってるんだ、ここにダイポルギーがあって、でその次がこのこれはあのいわゆるあのスーパーマーケットなんかに行って、うん、あの鮮魚とかお肉買ったとか使えるの、あの、はいはいはい、こう保冷バッグあるじゃないですか、あります、ね、あれと同じ素材の、あのアルミシートを貼った、はい、あのプチパッキン、ダブルのプチパッキン貼ったやつ、でまあグラスウールを使っているという、まあ、そういうことでやるとそのもう熱と音を熱と両方遮断してくれると、はい、軽減しようということ。はで同じことを壁にもやりたいんですけど、うん、壁はですね、はい、このアルミとか、うん、このダイポルギーのこのアルミシートだとかいったのが邪魔してですね、はいはい、うん、ここにあのこうあのちょっと今見えませんけど、はい、リモコンのセンサーだとか、ああ、はいはいはい、一定のものがついてまして、うん、逆にこう車を開けたりとか、うん、安全機構のなんかが働かせようとしてもそれ、はい、電波が通りにくくなって邪魔になっちゃうので、横は、はい、まあ、その今のダイポルギーとか、うんうん、アルミが貼ってあるシートをやめて、うん、普通の、いわゆるダブルの、あ、普通の断熱、はい、の、はい、あのダブルの、うん、気泡シートを貼ってロックウールを貼って、で、まあ、横はですね、うんうんうん、雨の音も、うん、それから熱も直接はやっぱりこう角度が違うので、はい、あ、そうですね、天井に比べたら、まあ、比べればこのぐらいでいいだろうということで、はい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 、で床はですね、はい、本当はこれが正しい床なんですけど、うんうん、ここもめくっちゃいまして、はい、一番こちら側に、うん、2ミリなんですけど、こういう発泡シートを入れ、はいはい、敷いて、うん、その上に同じように、さらにこれもあのよくお買い物に使うやつですね、はいはいはい、こういうあのアルミの、うん、素材を貼ったシートを入れて、うんうんうん、であの、まあ、ベニヤ敷いて、はい、クッションフライ敷いてます。これあのどういうことかといいますと、うん、先ほどちょっと言いましたけど、やっぱりバンコンの場合特に、はい、背がもう自由に高くないので、うん、なるべく床はかさ上げ しなくて済むように、はい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 、
するために、まあ、薄くしてます。薄いとやっぱり床からの熱だとか、はいはいはい、それから床からのエンジン音だとか、うん、タイヤの労働ノイズだとかいろいろ出るので、はい、まあ、それを極力抑えるために、はい、一つの、素材でやるよりも断熱とか、うんうん、遮音とかいったのが僕らが実験でやってみたんですけど、はい、こう違う素材が重なっていると、うん、天井もそうなんですけど、壁もそうです、床もそうなんですけど、はい、違うものを重ねることによって、はい、その効果が、うん、同じ厚みでも高いと、はい、いうことが分かりましたので、今座ってわざとわざわざ20、はいはいはい、30でやらせてもらって、こういうふうに説明聞くとすごい分かりやすいですね。っていうことをやってますよっていうふうに、はい、お見せしてるんです。こんな工夫されてるんだっていうのがすごい入ってきました今。まあまあ、ありがとうございます。で、例えばこれは、はい、テーブルなんですけど、はい、テーブルもこれいわゆる表面は実はメラミン素材が貼ってあるやつを今アクリル板に変えてお見せしてるんですけど、はい、下はですね、はい、これ霧なんですよ。軽い、ああ霧、はいはいはい、霧じゃない。でさらにもっとちょこっとでも軽くしたいので、うん、こういうプラス発泡のウレタンの方も入れてるんですけど、うん、はい、実はここなんかも入れればいいじゃんって言うけど、これこう足をつけたりするので、こういうところは、はい、このスポンジフォームだと、うん、ビスが効かないので弱くなっちゃう、はいはい、だからそういうとこカップホルダーがつくとか、はい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 、はこう入れてまして、あ、他は少しでも軽くしたいと使い分けしてるんですね、うん、そう、これは小さいんですけど、はい、大きい屋さんがだいぶ差が出るとっていうことで、これ軽くしてるよと、みたいなことが、まあ、見ていただけるような車を作ってみました、はい、まあ、先ほどのこの音なんかにしても、はい、車列なんかにしても、こう体験できるような、うんうんうん、見せるだけじゃなくてね。こういう素材ってどういうとこから見つけてくるんですか？これはね、もともとそういう素材メーカーが出して、はいはい、実は車の、はい、トヨタとか日産なんかが実は使ってるんですよ。あ、そうなんですか、はい、そういうものを、はい、そこのメーカーのその部品を専用にまで作ってたのを、まあ、こういう市販というか民生利用できるようなものが出てきてまして、はいはいはい、私の方がそれを使いますから、ということですね。あと、まあ、これはちょっとお見せする話じゃないんですけど、はい、こうシート生地なんかも、はい、シート生地なんかも耐候性と、うんうん、それから防音性と、うんうん、防水性ということをちょっと捉えてるんですけど、はいはいはい、なぜかというと、うん、先ほどはそうだったんですけど、太陽光線が直接生地に当たるとか、ね、から直接雨やら風やらが入り込むだとかっていったことは、まあ、普通劣化しますよね。劣化しちゃいますよね、うん、家ではなかなかないことなので、はい、やっぱり劣化しにくいように耐久性を持たせるとか、うんうんうん、それから座るところに行ってご飯を食べる、うん、ご飯を食べた後にそこで寝るとかいったことを同時にやっちゃうので、はい、やっぱり汚れにくいだとか、うんね、それから、ペットなんかが、はい、間違っておしっこしちゃっても、うん、染み込まにくいだとか、はい、それから使う道がこうアスファルトの上じゃなくて、うん、土とか山とか、うん、川なんかだと、うん、砂だったりとか土だとか入ってきちゃって、はい、お尻が汚れてたりする、そのまま座っても、はい、まあ、汚れにくい方が、うん、まあ、なるべくクリアに、はい、クリーンに、うん、キープできるだろうということで、はいはいはい、そういう素材を使うようにオリジナルで生地を使ってます。ということを、まあ、説明するためのモデル車になってますので、こういうイベントの時には出てもらいたいなって、はい、これはすごい分かりやすいですね、はい、今の説明すごい分かりやすかったです。で、今ペットの話出たんですけど、はいはい、そのペットの人にペット連れの方にすごい人気っていうのがこちらですよね。そうなんですね。これ今年の、はい、2月のジャパンキャンピングカーショーでも、はい、これの標準幅の標準ルーフというもう一つ小さい車で、発表させていただいたんですが、はい、まあ、これは同じモデルのワイド幅ミドルルーフっていうちょっと大きいワゴン車ベースでやらせてもらってます、はい、で、これはめちゃくちゃ売れてるって聞いたんですけど、そうなんですよ。予想外だったんですけど、はい、実はやっぱりこういうこの、はい、このシおそらくこの生地だと思うんですね、はい、これが、はい、いわゆる合成、もちろんこれフェイクというか合成資格なんですけど、はい、非常に傷がつきにくい、こう、あ、引っかいても大丈夫、猫やらワンちゃんが引っかいても平気、これも同じで、うん、ほとんどこう使
かないですよね、はい、つかなくて、でこれもね、あの、水が染み込まない、うん、汚れにくいようなそういう素材の、うん、そういう素材にの生地なんです。うーん、こっちはもういわゆる普通のよくあるスウェード、はい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 、バックスピンタイプ の、うん、あの生地なんですけど、もうだいぶみんなでやってますね、これが傷だ、はいはい、これワンちゃんやるとこのぐらいになっちゃう、なるけどこっちだと なってても見にくいというか、うん、分かりにくいというね、いうような生地を使わせてもらったので、まあ、まあ、ペット連れていかれる方って多いと思うんですけど、はいはい、ペットだけじゃなくても、実際先ほどもちょっと言いましたけど、うん、はい、やっぱり汚れにくいとか、うんうんうん、強いっていうのは、はい、実際にキャンピングカーとして使ってメリットが出るんで、うんうんうん、まあ、そのことがどういう効果を出したのか分かりませんけど、皆様からちょっと評価をいただいてます。うーん、あの小さなところまで作り込んであるっていうこともまああるんだろうと思うんですね、はいはいはい、例えば1枚の大きな箱にせずに、うんうん、ここは例えば下は靴箱にして、はいはいはい、上がこういうなんかカトラリーを入れるだとか、うん、まあ、上は普通にこう電子レンジを入れてやるだとか、はい、うん、見えない工夫っていうのもまたいいですよね。あ、そうですね、まあ、でこう開いちゃったところなんかちょっとこう、はい、あの小さな物置にしてみたりとか、はいはいはい、あ、スペースに無駄がないですね、はい、そうなんです。で頭にこうなるべく邪魔にならないようなサイズにしてるんですけど、うん、一番の問題は実はエアコンだった。エアコン、はい、エアコンをですね、こういう横とかにつけると、はい、座ったすぐ頭の上だとぶつけちゃいますよね。ぶつけちゃう、はい、それでちょっといいですか、はい、これはあの要はよく、まあ、はい、キャンピングカーでよく多いですね、張り出し窓を、飛び出てるんですよね、はい、張り出し窓ですと、この部分を利用させてもらって、はい、そこの間に入れてると、半分埋め込んじゃってるんです、はいはいはい、これもともと姿エアコンで、今これ大きくなってるんですよ、本当はこの小さいサイズなんです、はいはいはい、ちょっと今これね、今出てるんですよ、涼しい、うんうん、今日さすがに安いで、まあ、こういうダイキンの姿エアコンをここに使うことによって、はいはい、まあ、こう座ってもこれ閉じてしまえば、うん、座っても邪魔にならない。そうっすね、標準ルーフの場合でも同じように、はい、あの声つけてもらうことで、まあ、エアコンもそういう邪魔にならない場所につけれる、はい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 、ことにしたっていうのも一つ人気の、まあ、たまたまこの色でね、うん、ちょっとみんなが注目していただいて、色がまたそうっすよね、この爽やかなカラーリング、これはねオプションで、実はオプションで持ってるだけなんです。でもパッと目立つから、はい、なんだこれはって食いついてきて、ちょっと優しい色をちょっと持ってきましたけど、で中もまた爽やかな内装色で、これはあのなんかこう遠くから見るとダンボールみたいなんですけど、ダンボール確かにカラーリングだけど、こうあまりウッドっぽくない、よく見るとウッドみたいな感じの、はい、ちょっと主張を抑えた感じの色柄が全体として、はいはい、まあ、少しおとなしく、あといってちょっとかっこいいというか爽やかな感じに上がってたのが、まあ、あの一番大きいのが、キャンピングカーってお父さんが欲しい人って多いんです、はいはい、多いですね。で奥様が、うん、まあ、とはいってもこうブレーキになる前にやっぱ掛け分かってるので、ほとんどそうっすよね。で財布の紐握ってるのが奥さんっていう、でソランは、はい、その財布の紐を握ってる奥さん、女性陣にも受けるような、はい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 、まあ、これだったらいいわって言ってもらえるような、なりますよね、これ見ちゃったら。そういう色柄の雰囲気にしようということで、はい、まあ、はいはい、仕上げたという、それがもう予想を的中したというか、的中しちゃいまして、なるほど、私どもまあ何種類か作ってるんですけど、はいはい、1年間のあのこう、生産台数を大体決めてるんですけど、はいはいはい、発表したのは今年の1月なんですけど、で今年分はこういう風だ、このぐらいだろうなって台数を決めといたら、はいはい、まあ、それがもう最初のロットですぐに埋まっちゃって、はい、すでに他の車と同じように納期が1年以上かかっちゃうという、はい、すごいっすね。いやー、本当になんとかせなあかんなと思ってますけど、今、はい、誠意努力中です。もうしばらくすると早くなると思います。わ、はい、かりました、はい、じゃあ最後にメッセージをお願いします。はい、まあ、レクビアの晩婚一筋で40年やってきましたけど、はい、まあ、これからもね、うん、それに油をかかず、はい、あのもっといいものを作れるように努力しながら、はい、やっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。わかりました、増田社長でした、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。